今年も、あの男がだったらその時間俺にくれと立ち上がってくれました。その男はもちろんこの人です。もこさん、どうぞステージ前にお越しください。僕になりますよ、もうね、こんだけ人集めてちょっとやっぱ休み時間の間も楽しんでほしいじゃないですか。そこで俺が一肌も脱がしてもらおうかなと思ったんで、みんな楽しんでいってくれよな。去年しかもこの時間になんかちょっと離席が目立ったらしいんで、あの今年はもう全員釘付けしたろうかなというふうに思ってるんで、はい、チャンネルはこのままだ。チャンネルは、はい、そのままでお楽しみいただければと思います、はい、どうぞもこさん、ステージ前までお越しください。ありがとうございます、はい、頑張ります。出た、頑張ろうかな。じゃあやっちゃおうかな。やっちゃっていいっすか。じゃあ俺何をやるかなんですよね。はい、そうですよね。ということで、はい、ぜひね、ドンと出たら、うん、タイトル名、はい、読んでいただければと思います。今回行うタイトルはこちらです。スイカゲスイカゲー、まあ、パズルっちゃパズルなのかな、スイカゲーム。そうですね、僕もともとその某パズルゲームのプロゲーマーやらせていただいて、去年そのタイトルやらせてもらったんですけども、はい、今年もちょっとパズルでちょっとこの人、なんとかな、一幅吹かせてやろうと思ってですね、来ました。はい、はい、改めて昨年の結果はどうでした、うん、振り返って。いや、もう覚えてないですねボロ負けでしたよ。なんかありましたっけ。ボロ負けでしたね。ボロ負けでしたっけ俺は、うん、まあ、今年こそはっていうね。はい、今年こそはもうちょっと見せてこよう、見せたろうかなっていう。もうスイカゲームね、もう去年ちょうど動画のネタない時にねちょうど良かったんです困ったらスイカゲーム実況あげるかみたいな感じで、もうここ居酒屋じゃないですからね。その話を2人よくしてました。助かったら、もうこう助けられましたね。そう、助けられましたね、はい。まあ、それだけね、まあこう、まあ、愛されてるこのスイカゲームってことですけど、はい、負けたらどうしますか。もうだから引退ですよねもうその場で僕一般人になるんで、もうこの前立つ資格もないんで帰ります、ケアリナから。そっちに、はい、はい、もう帰ります。僕負けた、宣言してくれましたからね、はい、加藤さんいかがですか。いや、でもまあ、もこうさんがそう言うなら僕は止められないんで。まあ、そうですね、まあ、それはやっぱ男に二言はないですから、うん、今決めたことはしっかり。あの、逆に言うと負けるわけがないってことですね。だってあれですよね、はい、あの、もこうさん、その発表してなかったけど、はい、個人の配信で明らかにスイカのゲーム練習してましたよね、はい、まあ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 、それはまあ、そんで視聴者にガン詰めされててなんでスイカやってんだよって言って、うん、って言ってバレてるよ、あれの方も。個人的に、ね、好きなゲームですからねそれはまあやるやろっていうので、たまたまそしたらスイカゲームの準備されてたからね、うわ来たと思ってね。今知ったんすもんね。今知ったんすもんね。たまたますよね。前から知ってましたけどはい、ありがとうございます、はい、用意周到。さあ、ということで進めてまいりましょうか。それでは加藤さんはサテライトへ移動お願いいたします。はい、わかりました。お願いいたします。じゃあ俺見てるから頑張ってね。はい、ありがとうございます。あ、もうもこさんも座ってもらいましょうか。はい、そうですね。あ、どうぞどうぞ、はい、座ってください。準備していただいて、はい、さあ、それでは、ルールを説明したいと思います。お願いします。さあ、まずは4名同時プレイです。チームもこう以外のチームから1名ずつ各チームが選出いたします。試合時間は10分、試合終了時点で一番得点が高いリーダーが勝利となっております。はい、もこうさん、なんか、はい、誰と勝負したいとかありますか。いや、まあ、特にはもう得できるだけ得意な人に来てほしいかなっていう。お、任せてほしい、はい、自分を任せてほしいですね。なるほど。やっぱ勝負ならないと思うんで。いや、このゲーム本当は奥が深いんですよ。なんかこうパーティーゲームみたいに扱われてるけど、はい、ちゃんと考えたらちゃんとスイカ作れるんで。おー、じゃあそこをぜひ、はい、スイカ作るのを楽しみにしておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、さて、ここからはサテライトへ、お渡したいと思います。岸さん、お願いいたします。はい、サテライト席岸です。そして、解説で、加藤さんでお届けしてまいります。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい。実は、まあ、ちょうどハイパーゲーム大会の発表があったときに、うん、僕が勝手に、いや、これスイカゲームあったら嬉しいなって勝手に自分の配信で言ってたんですよ。あ、そうなんですか。そしたら採用されてて、うん、で、今回僕実況じゃなかったんですよ、最初、はい、もう加藤さんと、他の方が、このサテライトをやるっていう話だったんで、はい、いや、やらせてくださいとちょっと待って、はい、その岸さんにもうスイカゲームに対する熱やばいっすねいや、ちょっとせっかくだからなんかスイカ見たいなと思って。あ、ね、はい、
ただモコ上手っすよ。そうですよね、うん、ただ他のねメンバーが誰が登場するのかというところでリーダーに代表選手を1名選んでいただきます、はい、まずは加瀬さん。はいはい、どの選手を選びますか。まあ迷ったんですけど、はい、やはりこのブームの火付け役と言ってもいい、お、布団ちゃんに行ってもらおうと思います。布団ちゃん、いやもうプライドバトルですよ。モコを引退に追い込む男、布団ちゃん。さあ続いていきましょう、チームシャカ。まあね、僕も、はい、僕はね逆に悩みませんでした。お、もう言っていいですか。いいですよ、みやこさんで。みやこちゃん。大丈夫なのかな、みやこさん。みやこちゃんどう。え、これって私も引退するんですか。それはしなくていいですよ、みやこさん。本当ですか、よかった。追加ゲームいけますか。3回ぐらいやったことあります。3回ぐらい、大丈夫です。勝っていきましょう。はい、もこさんを引退に追い詰めてください。さあ続いて、はい、チームジャスパー。はいはい、どの方を選びますか。誰が出てくるのよ。SNS ぐらい自由に一人でやってくれって大江さんにお願いしました。おー、いいね。いましたね、自由に戦っていただきましょう。大江ちゃんもうまいからね、スイカ、ね。さあということで加藤さん、メンバー見ていかがでしょう。いや結構まあ、みやこさんは未知数ですけど、はい、まあ、大江ちゃん、モコ、布団ちゃんあたりは相当実力的にも、ね、上の方が拮抗してると思うんで、うん、で中でもモコはでも最近本当に練習してたんで、はい、ちょっと本当に負けたくないと思います。なんかね、スイカゲームも、うん、まあ、一部ではコミュニティ大会とかもやってますからね、うん、ちょっとだってほら見てください、もう精神の統一の仕方が達人の域。スイカどころかね、モコさんダブルスイカぐらいねいける実力ありますからね。達人の域いってますね。楽しみですね。はい、さあ、先週、も、これから集まっていきますということで対戦はこのようになりました。ふとんちゃん、みやこちゃん、そしてもこ、さん、そしておえちゃんということになっていきます。さあ選手にもお話これからね伺ってまいりたいと思いますが、選手、はい、到着次第ですね、大田さんに、インタビューをしていただこうかなと思っております。マイクフォローがね、あります。おー、すごい人気ですね。さあここはちょっと、はい、ねえ、みんな負けたくないですね。おえちゃんも負けたくないんじゃない、ここは。さあということでインタビューをしていきましょう。まずはおえちゃんからインタビューをしていきたいと思います。おえちゃん、はいはい、意気込みをお願いします。はい、誰よりもたくさんスイカを作ってみせます。以上です。スイカ作った時点でそのまま終了ですからね。あ、そうなんですか。はい、じゃあ頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとう。さあそしてモコさん、改めてこのメンバーでの戦いです。いやもう申し分ない4人が集まったんじゃないですか。まあでも結局やっぱ一番うまいのって僕だと思うんで、はい、もう、はい、スイカ2つ作ります。作る、はい、ダブルスイカいきます。ダブルスイカいける。ダブルスイカ、はい、ただモコさん一応ルール的には1つできた時点で勝ちなんですけど。あ、それはもうそういうルールなんですか。そう、まあ、RTA ってことなんですか。でもいいっすよ、他の人が、はい、いいっす、じゃあ RTA です。じゃあ、はい、他の人が1つ作る間に2つ作る分にはいいっすよ。あ、じゃあ2個作っていいですか。じゃあ、はい、いいですよ、はい、それぐらいやっちゃってください。行くんで、はい、うん、行きましょう。頑張ります。さあそしてみやこちゃん、はい、なんかニコ生でモコさんが練習してるの見てたんですけど、モコさんリークすると思って嘘伝えられてると思ったんですよ。けどスイカゲームだったんで頑張ります。でもね、はい、頑張っていただきましょう。いやもうモコさんに対抗心ね溢れてますからね。さあそしてふとんちゃん、いやね、俺今日知ったんですよ、スイカゲームの。はいはい、あ、そっかそっか。でね、まあ、俺寝室で夜な夜な一人でやってたゲームがね、まさか2万人の前でスイカゲームやることになるとはね思わなんだってことで。でね、はい、俺配信でまだスイカ1回も作ったことないんですよ、それが。おうほうほう、あ、そうなんだ。やっぱここはちょっと2万人見てくれてる前でやっぱ作りたいっすね。みんなスイカ俺作るぞ。初めてのスイカ、この2万人の前で見せることができるんでしょうか。さあということでここからスイカゲームがスタートしていきます。皆さん準備よろしいでしょうか。さあそれではいきましょう、スイカゲームゲームスタートです。
RTA ですからね。はい、4人同時でスタートしていきます。これ隣の様子を見るとかなりね、ここまで作ってるんだと不安になる部分はありますがこれシュールでいいですごいね。さあまずはモコです。モコはとにかく左に大きなものを詰めていくというプランになってますね。おえちゃんも同じような逆ですけど同じような展開ですね、まあ、さくらんぼ、いちご、ぶどう、デコポン、柿、リンゴ、梨、桃、そしてパイナップル、メロン、その先にあるのがスイカです。ただモコやっぱね速度が速いんですよ、ただねこの落ちゲーとちょっと違う部分は、まあ、落ちゲーながら出るものがランダムだとです、ね、いうところですよね。てかおえちゃんとモコがめちゃくちゃいいじゃん。いいですね。え、みやこさんもうまいですね。さあ左上がチームカスエン、フトンちゃん、そして右上がチームシャカ、ミヤコちゃん、そして左下がモコ、そして右下がオエちゃんです。モコクソマジでやってるいいね。さあサクランボの処理もねここからできるというところで、モコも素晴らしいプレーです。形いいねモコ。はい、ここで書き落としながら、さあモコはいいプランでここでブドウブドウ書き書き、ただフトンちゃんが信じられないぐらい遅いですねただ丁寧なプレーにはなってますよね。信じられないぐらい遅いですね今のところ。やっと桃ができました。ちょっとみやこさんにも大きく遅れを取ってる。ただみやこちゃんはここから苦しいですよ。おっ、向こうパイナップルできた。パイナップル、これ決まるぞ。さあ一方おえちゃんもパイナップル互角だ。マジみんな早いな。さあそこからの柿リンゴ、早すぎだろ。ここはさくらんぼいちごとつなげていきたい。ただブドウが転がっていった。いちごも進化できず、正確性もね本当に大事ですからね。さあいい形でデコポンつなげ柿まで到着しました。さあここからのリンゴ、桃、さあブドウがつながらない。つながらないかここ。さあ一方右下おえちゃんもスピード感かなりいい形で作れています。おおおおお、さあここはブドウの間にさくらんぼ挟みたかったんですがうまくはいかず、一方で右側いい形で梨もできました。うわさあどうだ、リカバリーはできる。モコの方が早くは見えるが、リンゴ、おお、なしなし、うまい、いけるのか。おえちゃんもかなり近づいていきますよね。モコの方が若干いい気がする。さあブドウブドウ、デコモ、これどうだ、うまい、そのまま押し出して、モコうまい、押し出してリンゴつなげていく。一本メロンができた、おえちゃん。さあこれ、あーっといちご、ぶどう、追いつかないと。さあおえちゃんもいい形でメロンまで、ただ問題はおえちゃんの方は、うわー、おーメロンができた。さあいい形で桃までできた。互角、みやこさんはちょっと苦しそう。苦しそうですね。みやこさんちょっととっちらかっちゃってるね。フトンちゃん信じられないから遅い、まだただちょっとあそこのデコポンを処理できれば、フトちゃんデコポンが下まで入っていった。いけ、おい、いった。パイナップルまで行きましたね。さあ一方左下猛攻、ブドウまで繋げたい。うわー、あーそこ繋がんねえか。これイチゴが欲しい、イチゴが欲しい。ただブドウが繋がらない。割り切りがいいね。さあデコポン繋げて柿まで到着した。一方おえちゃんはブドウが繋がらない。押し出すが、おえちゃんも苦しそうだ。うわ、モコブドウを下に流していく。ただ繋がらないか、梨同士くっついて、いや、さあ来ました、桃。これちょっとおえちゃんの叫びです。ただモコこれまずいよ、あんまりポンポンやってるとしそうですね。まだいける、まだいける。さあ少し種ができた、種はできたが、このデコポンが入らない。さああとはパイナップルもう一回作ってメロンを当てるだけですが、これメロンの左右になっちゃいますよね。あのパイナップルがくっつくかっていう、セパレートされているこのパイナップルとメロン、くっつくかというモコのチャレンジ。でみやこさんも何気にメロンまでしっかり作って、はい、到着してますよね。抹茶も、あ、布団ちゃん形がいいね。布団ちゃんも丁寧です。ワンチャンあるよ。デコポン流して、柿間に入っていった。頭梨いって、あーっと、おえちゃん、すずめ、おっと、うわー、いった。パイナップルまでいったが、ただかなりとっちらかってきました一旦ね、ここで。一方モコもう苦しい瀬戸際、あーっとリンゴが入らない。
ちゃうぞ。もっと出ちゃえ。このとこ終わっちゃダメだ、ここ。ただここからが面白いのが追加ゲーム。それきしゃ。よし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 。遠すぎる。あまりにもモコが遠すぎる。サングラスを一回整えました。削る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 。わ、分からん分からん、開けろ開けろ開けろ。真ん中開けろ。さあその間にミャコも苦しい状況になってきました。モコさん時間稼いでますねこれ。モコ選手時間稼いでませんかこれ。ここからのチャンスあるのか、モコ。モコ選手が時間稼いでるませんかこれ。お、リンゴ。ああただこれきつい。おえちゃんいい感じだね。ブドウがつながったとしてもデコポンになります。おギリギリ。ただデコポンデコポン柿というプラン。まあまあ、ただまだリンゴが必要です。これ俺。モコ限界。これアウトじゃないの、右上の桜も出てるでしょ、これ外に。なんでこれセーフなの。さっきのアセットコルサの加藤さんみたいな、ね、右上出てるじゃん、これ桜んぼ。もうここベガ立ち、ベガ座り。そしておえちゃん、あー柿が押し込んだ、押し込んだ。おお、パイナップルが届かない。ただちょっと、そしてその間にヤコは脱落。うわっ、待って、あのフトンちゃんが迫ってきてね。フトンちゃんチャンスがあるぞ。これあるぞ。あと、あと3分20秒です。だってさ、もうおえちゃんもモコも厳しいでしょ。間違いないでしょ。じっくり作ってた。これやり直していいの、3分の以内にクリアすればやり直しても大丈夫なのかな。はい。さあ、ただ最大のスコアは計算されています、ね、最大のスコアがもしかしたら、はい、夢が悪いわ。どうしようかな。さあ、トンちゃん一気にチャンスが出てきた。ただ残り3分です。出た、縦積み来た、縦積み猛攻の縦積み来た。とりあえず俺得意分野ですよこれ。一旦運任せと。もう連打でとりあえずポイント稼いで縦積みだこれ。あー、リンゴが繋がらない。いや、おえちゃんもうちょいだけどね。おえちゃんなんとかずらしています。よっしゃ。そして、布団ちゃんも。あー、おえちゃん粘れそう。リンゴが繋がれば、もう一回リンゴを作るのは難しいか。おえちゃん、もう無理、もう無理、もう無理。ただスコアは伸ばしたい。ここで2060フィニッシュ。さあ、モコやばいぞ、時間ないぞ。こうなると期待できるのは布団ちゃんですかね。残り2分です。まだ可能性はありますね。ただ悩んでる時間がないです。ただ一応モコパイナップルまでいった、パイナップルまでいった。モコ残り2分、リンゴつながって、さあ、ただこれが追加ゲームの難しさ。なし同士がくっつきませんこれ難しいね。このね、1個のさくらんぼが邪魔するんですよね。いや、ちょっとでも時間があと1分30秒。さあ、つなげれるか。ただちゃん苦しい。モコも何気に追いついてきた、ね、メロンまではいけそうだけど時間との戦い。モコ選手1分ですよ。残り1分20秒切りました。さあ、悩んでる時間はないぞ、布団ちゃん。残り1分です。はい、はじめろん。はじめろん、これ可能性あるわ、これ可能性ある。確かに可能性はありますね。あるね、まださあ、柿までつなげたい。あー、ブドウ転がしていった。なんちゅうテクニックだ。さあ、あとは桃をどんどん肥大化させるだけ。あー、メロン。俺らなんかできたわおい、なんかできたわ、なんかできた、なんかリプレイ欲しいぐらい一瞬でメロンから追加ができました。俺初めて配信で追加できたわいや、一気に最後できたね。ポン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 繋がり、しかも弾け飛んでフィニッシュの、ね。ただ、確かにスイカできてましたから、はい、いや、ね、できてましたよね。たあれ、ありっすよね。あり、
はい、できてた、有効で、ありがとうございます、有効です。いや、改めて勝利はフトンちゃん、おめでとう、やったぜ、おめでとうございます。加瀬くん、ミサカ、やったぞ。いや、加藤さん、はい、ちょっとね、スイカになる瞬間一瞬ね、あのモコさんの画面見てたので、そうですね、はい、見逃してはしまいましたけども、弾け飛んでフィニッシュと。なんかね、まあ、おえちゃんともこは結構スピード重視で、はい、うん、ね、スイカ作りに行って、フトンちゃんはね、じっくりコツコツね、作りに行った、まさに後者の作戦が生きたんですね。そうですね、ソシャギとカメが。そして去年に引き続きモコ引退です。まあ残、まあね、モコ選手とは仲いいんですけど、まあ、今日で会えるのはね、こういった立場で会えるのは最後ということで、はい、あとでちょっとまたゆっくり話、最後の、ね、話聞きたいです ね男に二言はないという話がありました、ね。さあ、モコさん、今日引退ということなんですが、残す言葉は何かありますか。今までお世話になりました。あの普通に家までのタクシー呼んどきます。まあでも、はい、ちょっと悔しいかな。普通にもう1日6時間ぐらいにイコナマで練習してたのに、スイカなんかもうスイカ作るなんて当たり前やってん。そうだよね、それが今日に限ってもパインも端っこに作っても可動水できる状態にしても水メロまで行って、最後分離、あの沈みなしから分離かけまで行ってダブルスイカ君作ってたのに全部布団ちゃんに持っていかれた。まあでもやっぱスイカゲームは布団ちゃんのものなんだな。しんみり言ったね。いや、ちょっともう、はい、お手上げですね、はい、ありがとうございます。ということで、加藤さんもステージ中央の方にお越しください。おもろかったわ。面白かったですね。それではここからは大田さんにお願いしたいと思います。大田さん、お願いします。はい、ありがとうございます。改めて4名の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。どうぞステージ前の方まで、前の方まで、はい、お越しいただいて。いや、もうそれこそ一説ではやっぱりこの日本でこのスイカゲームを流行らせたのはフトンちゃんじゃないって結構あのネット記事とかにも出てて書かれてるね。いや、なんかね、なんかそうね、テレビなんか映ってたりとかね。そう、テレビに映ってて、うん、で、まずそんなフトンちゃんがスイカ作ったことないんだっていうところから驚きでしたけど、僕あの配信で一回もスイカ作ったことなくて、はい、ゼロだったんだ。ゼロだった、でこぞってみんなやり始めて、もう一気にあもうつまんねってやらなくなっちゃったそう。どうですか、この2万人の前で作れた。いや、気持ちよかった。おめえらスイカゲーム好きですか。ありがとう。気持ちよく見えるぜ、奥の人も真ん中も右もよく見えるよ。キラキラ、キラキラ光ったなんか知らねえ棒がよ、よく見えるぜ。ありがとう。もうみんなからのおめでとうがもう。ちょっと待って待って、これ待って、もしかしてさ、けど今気づいたんだけど、うん、これポイントなし。これはなんか何ポイントか入りますよね。入んないんだっけ。モコがただやりたいからやっただけか。あ、じゃあポイントは入んないですね。あ、そうですか、はい、なんか一応モコがあの、ね、やりたいっていうかね。そうですよね、その引退をかけてた、はい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 、ただリスクをだけを背負った方がやった、うんうん、ね、あの一応ルールには、うん、終了時点で一番得点が高いリーダーが勝ちだけ書いてます。あ、そうですね、勝ちました。勝ちです。あ、勝ちです。ポイントはあげません。勝ちました。ありがとうございます。ゼロポイント、ありがとうございます。さあ、加藤さん、改めて振り返っていかがですか。いや、 やっぱね、僕この時間大好きで、今年もね、そのハイゲーやるってなった時に、まあ、モコさんにあの個人的に呼び出して、モコさん、今年もちょっとモコの時間やってくれませんかってモコの時間お願いしたら、はい、任せてください、快諾してくれたんで、ちょこちょこ似てんの嫌なんですよ。スイカゲームでやお願いしますって言ったら、もう快諾してくれたんで、やっぱここ頼りになりますね。はい、ありがとうございます、はい、大いに盛り上がったと思います、うん、ここからは